日はユニクロ U のジャケットだったりとかアウターだけちょっと紹介していきますね。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、ユニクロ U のアウタージャケットをですね、ご紹介していきたいと思います。前回つっても18日当日かなと、あと2日前のね、あの先行レビューの方でもね、ユニクロ U やってるんで、もううるさいよとか、もうしつこいよっていう方もいるとは思うんですが、あのですね、ジャケットだったりとかアウターをですね、今回着回しであったりとか詳しく紹介していきたいなと思って動画の方撮っております。ユニクロ U のですね、ジャケットアウター編という形でね、詳しくご紹介&着回しだったりとか、僕の私服だったりとかね、コーディネートでどういう風に使うのかっていうところをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。以前その着回しであったりとか、あと発売日当日なんかはね、あの実際に着用しかしてないので、詳しくはご説明してないと思いますので、ぜひね、こちらの動画が着回しであったりとか、あとサイズ感だったりとかのね、参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。とは言ってもね、この動画がね、一番18日にさっき買ってきて、で外で動画撮って帰ってきて今っていう形になりますので、はぁーって感じでした。はい、朝ね、10時に新宿のビックロの方に行きまして、オープン前には着いてたんですよ。9時半くらいには着いてたんですけど、全然人いなかったからね、余裕でしょって言って、マネージャーとね、朝からラーメンを食うというね、苦行をしてたんですけども、で10時10分とか10時5分とか、オープンしてからちょっと行ったんですけど、人がね、もうユニクロ U のコーナーにめちゃめちゃ人がいてびっくりしました。と思って、こんなに人気あるんだっていうふうに思っちゃってね、かなりびっくりしました。やっぱサイズ掛けのものももうありましたし、あとはね、店頭でね、あの前の動画でも言ったと思うんですけど、 XL のサイズがなかったりとかしたので、その場でね、オンラインで XL だったりとか WXL の商品は購入してっていう形だったんですけど、ジャケット類に関しましては全部 L サイズで購入しました。1個だけね、間違えて M なんですけども、僕の身長体重が 175cm、 63kg っていう感じなので、ぜひ参考になればと思います。じゃあね、ちょっと3つもあるんでサクサクと紹介していきますね。はい、という形でまず1個目、こちらですね、デニムワークジャケット。16日に出した動画の方でもご紹介してるんですけども、こちらのワークジャケットを購入してきました。価格の方は6,990円で、柄がね、2色展開で、ライトインディゴとこちらのディープインディゴっていう風にあるんですけども、僕はこちらの濃い色の方を購入しました。でね、サイズもね、いつも通り XL から WXL まであるのかなっていうサイズの中で、 L サイズを僕はこれ購入しましたね。で、質感であったりとかシルエットなんですけども、ウォッシュ感のあるデニム生地で、薄めのね、10オンスのデニム生地なので、秋口なんかに最適なライトアウターの部類に入るかなっていう風に思います。でね、こう前にも着た時に言ったんですけど、ゆったりめのシルエット、身幅もしっかりあるボックスシルエットと、あとはね、袖口もそれなりに広さが取れているので、ライトアウターだとね、中にパーカーだったりシャツだったりとか、厚手のニットとかも着る人いると思うんですけど、そういった風にね、レイヤーさせやすいようなシルエットになっております。でね、やっぱちょっと薄いんでね、真冬はちょっとね、難しいかなと思うんですけど、秋口だったりとか、ちょっと寒くなってきてもね、中にフリースの素材だったりとか挟めば、ある程度は耐えられるかなっていうくらいの生地になってます。なんでこれでね、真冬過ごそうと思ってる人はちょっと難しいと思うんで、気をつけてください。はい、っていう感じで、もうサクサク着ちゃいますね。コーディネートだったりとか後でまとめてやるんで、そちらの方でね、お楽しみにお待ちください。A few moments later. はい、こんな感じですね。 L サイズで 175cm、 63kg で、こんな感じです。オンラインで見た時よりもね、かなりね、実際に着用すると軽くてね、すごく着やすいです。なんで、そのデニムジャケットだったりとか、 G ジャン、そのちょっと厚めの生地のね、ジャケットだったりとか苦手な方でもね、さらっと羽織れるんで、そういった苦手な方にもおすすめかなと思います。ただね、そのタイトシルエットが好きなね、方に関してはちょっと苦手な部類だと思うので、そこだけ気をつけた方がいいと思います。ポケットもね、フロントに3つあるのと、横からもこう手突っ込めるので、秋口なんかいいですよね、こういう風に。はい、そんな感じの一つ目ですね。じゃあ二つ目いきます。はい、二つ目に関してはこちら、コーデュロイパデットブルゾンっていうものになりますね。これめっちゃいいですよ。で、価格の方がね、7,990円でね、ちょっとお高めなんですが、こうね、しっかりとアウターで使えるような部類なのでね、その中で安いと思います。で、サイズに関しては僕はこれも L サイズを購入ですね。で、カラーはね、これとブラウンみたいなカラーがあったんですけど、僕はこっちのブラック、チャコールみたいな方のカラーを購入しました。試着した時からね、これはすごくいいなと思ってたので、すごくお気に入りです。はい、こんな感じでね、ウォッシュ感をしっかり感じられるコーデュロイ生地で、かなりね、中綿入ってるんですよ。なんで、ボリューミーなんですよね。なんで、真冬だったりとか、すごくいい感じだと思います。こうね、実際ネットだったりとかの画像で見た時と、こう手に取って見た時に違いを一番感じられる商品がこれかなっていうふうに思いますね。
僕がね最近アメカジだったりとかの格好が好きなので、そういったねコーディネートが好きだったりとかファッションジャンルが好きな人はすごくおすすめなジャケットになります。これもちょっと着てみますね。こんな感じですね。結構着丈短めなんですよ。ちょっとね中に着てる T シャツが大きいんで着丈が長すぎるんですけど、こんな感じかな。はい、こんな感じでね、なんといってもねこの着丈の短さがねいいかなっていうふうに思います。僕手持ちのねジャケット関係が、ね、結構大きいものが多いんですけども、その中でもねこんくらいの着丈の短さのものが少ないので、全然イメージだったりとかシルエットが変わってくれると思います。やっぱインナーちょっとでかすぎるな今日。はい、あとはねウォッシュ感のあるやっぱコーデュロの素材がね程よい光沢というかこなれ感が出るので、すごくね印象が変わると思います。普段僕ブラックばっかりのアウターなんですけども、こういう感じのね質感のものを全く持ってなかったんでめちゃめちゃいいなと思います。やっぱ着るとね改めてその中綿がすごく入ってるんで、あったかくて真冬でもね街歩き程度だったら全然問題なくいけると思います。普段ダウンジャケットとかに僕も結構頼りがちなんですけども、この中にパーカーであったりとかあったかいニットとか挟んだらすごくね使いやすいアイテムだと思いますね。でねやっぱ見た目に反してすごく軽いんですよ。中綿なんですごく軽くてね着やすいので、そういったところもおすすめかなというふうに思います。ボリューム感がいい感じです。はい、そしてねもうサクサクいっちゃうんですけど、3着目がこれフリースシャツジャケットですね。こちらはね価格に関しては4990円という形でね、他のジャケットの部類よりもちょっとお安くなってます。でサイズに関しては僕の適正サイズは L なんですけども、間違えて M サイズ買いました。これねなんで間違えたんだろう。多分ね結構売れてたんですよこれ。他の方もねいっぱい手に取られてるのを見てたんですけども、その中で僕間違えて M サイズ買っちゃったんで本当は L です。なんで着用したねサイズ感とかもちょっと参考にはならないかもしれないんですが、着れないことはなかったので、ぜひねそちらもご覧いただければと思います。でカラーは3色展開で、ユニクロさんのショールームの方で着たのは黒なんですけども、今回はブラウンを購入してみました。こんな感じで、ね、質感であったりとかシルエットに関してはね着やすい CPO って言ったら分かりやすいのかな。裏地とかも特に入ってないんですが、なんか CPO 風のねウールっぽい感じの質感が、そのニードルパンチという起毛フリース素材を使ってるそうで、そのウール感もありつつなんですけども、そのチクチクしない着やすいジャージー素材なので、なんて言うんですかね、いいとこ取りみたいなイメージですね。あったかいしこう着やすいし、なおかつねこの質感がね秋冬感を出してくれると思うので、まあ、そういったところをねちょっと際立たせたいなと思ってこのブラウンにしてみました。はい、こちらもちょっと着てみますね。はい、こんな感じです。175-63kg で M サイズだとこんな感じですね。多分ねジャストサイズだとは思うんですよ。ただ僕のね身体的なねコンプレックスでもないんですけど、手が結構長いんですよ。なんでこういう風に、ね、ツンツルテンなんで、これは多分スタッフ行きになると思います、ね、マネージャーがね一緒に行ってね、それサイズ合わないですよねつって、僕ジャストですねなんでしょうがないな、はいっていう感じですね。ただ着れないことはなくてね、ジャケットアウターのカテゴリーではあるんですけども、裏地もこんな感じでついてないんですよ。なんでねもうシャツ感覚でこれは着ていいと思います。なんでこれジャケットなんだろうっていう風なイメージがありますね。でね生地も肉厚なんでね、襟もしっかりと立ってくれてすごく綺麗な印象があります。であとはジャージーシリーズって言っていいのかな、シリーズなのか分かんないんですけども、ジャージー素材ということでね、他のジャージーよりはやっぱりストレッチはある程度少ないんですけども、やっぱこういう CPO だったりとかシャツジャケットのカテゴリーでストレッチがちょっとでも効いてくれてすごく着やすい部分があるので、そこはねめちゃめちゃおすすめのポイントだと思います。やっぱりね着て思うのはね、フリースの素材感だったりとかがねやっぱあったかかったりとか、色味もねこういう風な秋口とかねすごくいいと思います。こんな感じのライトインディゴのパンツと合わせてルーズに着たかったな、なんでサイズ間違えたかな、はいっていう感じですね。っていう3つをね僕はアウター買いました。あのね全部買うのはねちょっと難しかったんでね、この3つでちょっとご了承ください。でもね気に入ってる3つなのでこんな感じなんですが、この3つを使ってねコーディネートをその秋バージョン冬バージョンっていう形で2つずつちょっと組んでいきたいと思いますので、ぜひね着回しの参考であったりとかサイズ感に関しても参考になればと思います。っていう感じでねご覧ください。
い、っていう感じでね、いかがでしたでしょうか。各ね、ジャケットを2つずつコーディネート組んでみたんですが、もうね、何より暑い。今日32度らしいんですけども、まあね、真夏は過ぎたと思うんですけど、まだまだね、ちょっと登場するには長い時間が必要かなっていうふうに思いました。はい、っていう感じでね、一個一個ちょっとコーディネートの方解説していきたいと思います。1個目がね、デニムワークジャケットでね、2つコーディネートを組んでみたんですけども、1個目は普通に T シャツに白のワークパンツ。昔動画でちょっとご紹介した白のね、パタゴニアの古着のワークパンツにはなるんですが、あんな感じでちょっとワークテイストで固めてみました。やっぱね、インナーとボトムが白なので結構爽やかな印象にはなるんですが、ワークパンツ独特のそのストーンと下に落ちたシルエットと、あとはデニムワークジャケットのボックスのシルエットはやっぱ相性すごくいいので、あんな感じでね、ちょっと使っていきたいと思います。靴はね、コンバースの茶色をちょっと合わせてみたんですが、ああいう感じでね、アースカラーはやっぱ秋口とかすごく使いやすいので、僕はポイントで入れるようにしてます。で、二つ目に関しては、まあ真冬はちょっと難しいんですけど、もうちょっと寒くなったらを想定して、レザーのパンツと、あとは中にね、サーマル生地のそのモックネックのスウェットをちょっと入れてみました。あんな感じでね、本当はね、ユニクロのモックネックのやつ挟めばよかったんですけど、ちょっとね、質感違いのものをちょっと揃えたくて、靴はね、スウェードのブーツ、で、ボトムはレザー、中にサーマル生地と、あとデニム生地を合わせるっていう感じで、ね、全部異素材でちょっと合わせてみたんですが、シンプルなんだけど、素材感を変えたりとかすると、光沢感であったりとか、質感が全然変わってくれると思うので、あんな感じでね、秋口はレイヤーさせるんであれば、そういう風な異素材を合わせてもいいかなと思って作ってみました。やっぱね、デニムワークジャケットめっちゃ使いやすいと思います。さらっと羽織れる生地感ですし、あとね、デニム生地に関しても10オンス薄めなので、すごくね、柔らかくて使いやすいんですよ。なので、やっぱ上にこう、デニムジャケットをね、スウェットだったりとかの上からね、着ても全然着やすいので、すごくおすすめです。はい、っていう感じで、2つ目に関しましては、コーデュロイパテットブルゾンをちょっとコーディネートしてみたんですけども、1個目はね、普通に T シャツに、リーバイスのブーツカットの517を合わせてっていう感じのもうシンプルなコーディネートですね。以前ショールームで試着した時にはね、あのストレートタイプのパンツと合わせたんですけども、僕はこの秋口517だったりとか、646をよく履きたいなっていうふうに思ってるんで、あんな感じでね、ちょっと合わせてみました。ユニクロさんのね、レギュラーフィットジーンズだと、ちょっとテーパードのかかってるストレートなのでね、それよりも僕はフレアがかかってるもので、さらにブーツだったりとかで足元にボリューム出して、だけどブルゾンはね、着丈はちょっと短めっていうバランスを作りたかったんで、あんな感じにしてみました。でね、二つ目に関しては、501、ストーンと下に落ちたストレートデニムと、あとはね、この前古着で買ったオンブレチェックのシャツをちょっと合わせてみました。シャツがね、ちょっと大きすぎたかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱね、ベレー帽であったりとか、そういう小物でね、バランス取ればね、全然問題ないかなと思って作ってみました。あんな感じでね、ウールシャツだったりとか、あったかい素材を中に挟んじゃえば、ああいう風な中綿ブルゾンっていうのはね、真冬でもすごく活躍できると思うんで、めちゃめちゃおすすめです。ただね、猫毛がめっちゃつくので、そこだけが難点です。なんで、ペット飼ってない人はいいと思います。で、最後、フリースシャツジャケットに関しましては、もうほとんどシャツの使い方をしちゃいました。なんで、1個目はね、クラッシュパンツとただ単に合わせただけなんですが、ああいう風なね、ライトインディゴのパンツだったりとかね、ブラウンの相性がすごくいいので、このちょうど夏から秋に変わる季節だったりとかね、ライトインディゴのクラッシュのパンツと、ああいう風なブラウンのアースカラーを合わせてあげるとね、ちょうどバランスも取れるかなっていう風に思いますので、僕はね、もうちょっと寒くなってきたら、ああいう風なファッションをしたいなと思ってます。で、最後なんですけども、フリースシャツジャケットをインナーで使っちゃいました。以前ご紹介したパタゴニアのレトロ X をですね、アウターとして羽織って、その中に着用したんですが、足元はね、この517のブラックのデニム、かっこいいんですよ。これもうボロンボロンなんですけど、N ハリの517なんですが、それをね、ちょっと細身のフレアなんですが、そういったブーツを合わせて、上にフリースシャツジャケット、あとはレトロ X っていう感じでね、フリースとフリースを重ねちゃったんですが、あんな感じでインナーでも全然使えます。ただやっぱりね、袖通しはそこまで良くない素材なので、やっぱりね、細身のものだったりとかは相性悪いと思うので、あんな感じでレトロ X みたいな、しっかりとアームホールがあるものだったりとか、ワークテイストのあるもの、アウトドア感のあるものだとすごく相性がいいかなと思いました。だからね、レザージャケットの中とかでね、ああいうフリースシャツジャケットはちょっと難しいかなっていうふうに思いますね。はい、そんな感じです。ということでね、今回の動画いかがでしたでしょうか。ユニクロ U2020AW のね、今回はジャケットアウター編という形で着回しだったりとかコーディネートの方を組んでみました。ユニクロ U だとね、いろんな年代の方に愛されてね、いろんなコーディネートがあると思うんですが、まあ、あくまでも個人的なね、おすすめになっちゃうんですが、参考になればと思います。もっとね、やっぱその売り場に行った時に若い子もすごいいっぱいいてね、平日のこの時間に大学生いるんだとか思っちゃったんですが、そういう子たちだとね、また違うコーディネートもあると思うので、年代別であったりとかね、自分の好きな
ファッションジャンルに合わせて使えるようなシンプルなアイテムがユニクロ U のいいところだと思いますので、ぜひご自身のファッションに合わせて参考にしていただければと思います。はい、っていう感じでね、今後もねこういう動画作ってほしいであったりとか、これ紹介してほしいみたいなのがあったら、ぜひぜひコメント欄だったりとか DM をね送っていただければ参考にさせていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。今回の動画が良かった、参考になったとありましたら、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。